こんばんは、ヒューヤです。ではボーダーランズ2のですね、ダウンロードコンテンツ、タイニーティナとドラゴンの城塞、続きやっていきましょう。続きというかね、ようやく前回のところでですね、トラブルでこう取れてなかった部分が、取り直せましたんで、キャラクターを元に戻します。レベルが38ですね。前回49、48、49とかで10レベルぐらいでかかったんですけど、ね、まあ、それでもそんなべらぼうに強い感じはしなかったけどね。バランス崩すほど強いって感じじゃなかったけど。まあ、凶悪なグレネードで自分でこう、自分、なんつうの？自爆ダメージ受けたっていうのもあるし、あともともとこのゲームは難しいっていうのもあるんだけど、まあまあ、どっちにしてもまあそんなレベルが高くても面白くもないんで、キャラ元に戻してやっていきましょう。レベル39。これでもちょっとは強いんだけどね、この周りよりも。まあでも、なんか、一応適正レベルというか、普通にやっててこのレベルだから、こんなもんかな。まあでも大体ね、このゲーム、敵がレベル3以上上だと、ドクロマークついてほとんど勝てないっていう状態になるんで。まあまあ。どうなんでしょうね。さて、じゃあ、クエストの続きですね。女王の痕跡を追う。ちょっと、スケルトンが、ファイヤーのリリースとしちゃうんで、ちょっと硬めに見えるんですけども。こいつらは別に、炎に強くはないんで、やっていきましょう。もう一人いる。この調子いくとすぐ弾切れになりそうだけどね。うまいこと弾薬補給できればね。ないこともないだろ、スパイダーだったら。どっち？こっち？お、ダブリンだ。こっちだよ。今日はこの道を通ったはずだ。ほう。あれ？行き止まり？どこか通れる道が。大久保だな。何々？大久保。魔法書によると、どうやら魔道具を果汁に浸して同行するみたいだな。何の果汁だ？とにかく血の果実を集めてくる。何の話だ、本当だよ。果実ってのは。おにゅっとした木の実よ。ちょうどそこになってるような。どういうの？
ゴークイカーカン。ゴーク。ていうか、ゴークいたんだね。このゴーク忘れてたわ。オーク、オーク。ゴーロード。ちょっとちょっとちょっとなんか、心なしかさ、レベル49のあのキャラよりもさ、装備のレベルというかバランスが良くて、こっちの方が、すごいいい感じで敵を倒せてるので、そして、ファイヤーフォークが止まらん。スラグバレル。うわ、怖い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 。うわ、怖い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 。あれ？一つ。三。うわ、あれ、なんで。どこに？敵どこ？これ攻撃されてる音するよ。どこどこどこ？何を攻撃してるこいつは。あ、なんか。スタンピーがいるのね。で、イリジウム。で、この辺にあるんじゃないです？あ、これか。こっちの果実、ミッションアイテム。地の果実が茂る地域の多くは地の果実を食べる。あ、そう。あまり難しく考えちゃう負けだろ。これ、という。いや、殺してますけど、ダメですか？ダメでした、もしかして怒られるやつでした？集まっちゃったよ、倒し強引に。ひょっとして、おこ？まあいいや。あのピクシーからティナの声がするのが嫌な感じ。とりあえず集まったから行こうか。積んできたよ。よし、荷重を魔道具に塗るんだ。え？はい。え？これでいいの？
また女王の痕跡や。モルちゃんなんか変。あ？そう、鳥ちゃんはどうしたの？ティーナ、ブラッドウィングのことは話したでしょ。あ、うん。それよりさ、あの鳥ちゃんほんと可愛いよね。その話はいいから、ゲームを続けようぜ。あれ？魔法の弾丸は恋に弱い。どうしよっかな。ブラッドブリッド、これはいらない。オッケー。これは硬い。硬いんじゃないの？ギリ。ていうか俺は悪なのね。落とした。硬いね、硬いよ。えい、あ、押し上げた。待って。あれ？来た。イリジウムゲットね。うん。で？何？ロストソウル。おう。悪になど屈しはせぬ。あ、たかった。焚き火をつける。まあファイヤー系武器は任せてもらえれば。どこ？あれか、えい、当たってない、取った。魂を集める。そんな難しいようなあれなんですか。いいんですか。っていうか、その前にすごい敵がいっぱい。あ、盾持ちなのね。パラディンですよね。え、俺悪側の何？あんまり悪のつもりないんだけど。しかもそんなに。なんか複雑なこの政治背景があるようなあれもないんだけど、どうせティナが作ったんでしょう。
ぱり実装されてるな。どう、これでいくか。スケルトン相手にはサンダー、サンダーっていうかショットか。はい、オッケー。魂を集めるロストソウル、これはあれかな、デモンズソウルとかさ、ダークソウルとかのオマージュというかパロディというかかな、そんな気もするんだけど。罠って、ああ罠っていうかなんていうかだな。やばい、倒せないんじゃない？別にお行儀いい喋り方求めてないよ。好きにしたらいいと思うんだけど。あのでっかいやつはもう倒したの？あ、そうか、倒した気しないんだけど。よし、OK。あ、また来た。うわ、リロードだけでもうセカンドウィンドウチャンスが始まったんですけど。あれ、ここ通れそうな気がしたんだけど、あ、通れたね。よし、OK。こいつは何に弱いんだ？それこそ普通に炎？やっぱり重装してるぞ。今日血管をしっかり開くのです。無属性が効くってこと？
放り投げられたゲームの、胸を感じる。やっぱりこれあれかな、デモンズソウル、ダークソウル系かな。難しすぎて放り投げられたとか、そんなんかな。戻ったよ。こいつ名前なんだっけ。クレストフォールンプレイヤー。魂おお。ひどい目にあったぜ。助けてくれてありがとうな。あのトラップのせいで80回くらい死んじまったよ。あんたも気をつけなよ。俺の魂を奪ったやつがまだこの辺りにいるから。おう。ん、どこ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 、あいつか。君の悪い笑い方はやめろ。いい。ああ、やっぱりこれデモンズソウルっぽいな。あの侵入してきたファントムみたいなやつでしょ。酒飲んでるやつを後ろから刺したりするからだ。改めて礼を言うよ。いいものがある。うん。こんなゴミためみたいなパンドラでも人間としての品位までは失いたくないもんだぜ。それなんか違うとこのセリフじゃなかったっけ。まあいっか。では、今回ここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒューエでした。バイバイ。